スモークないのだ。BC って全部仙台にあった。いや、飲みました。ガゼットのメイクルームにちょっと、メイクルームにちょっとお邪魔したいと思うんですが、アンツがいいんじゃないか。まず、まずは、葵くんです。うちの下手ギターやってます。いつもこうだよ。許されなかったですよ。準備中なんですけど、レイタ君、ルキ君、後ろ姿で失礼しますか。でも友達がいるからいいんだなって言われて。ということで、そんな感じで、ガゼットルーム、まあこんな感じでね、すごく雑な、雑な感じに、紹介してきましたが、これがガゼットです。これがガゼットです。あれ、じゃあ今日はある日本中のツアーファイナルみたいな感じで、あと残り2本このライブを、札幌オリオン、東北のファイナル、ほら青森とか今もあったんですけど、札幌は北海道、あ、東北じゃないんですね。そうだよ。病気だよぐらいまで言われましたからね。病気病気って言われて、でもあれですよ、感謝してますよ。まあそれ忘れ物に関してだけじゃなく、まあそうですね、いろいろとこのツアー感謝してます。あーってこと。これはさ、お客さんとかその人で売り物に入ってたらさ、その人たちは入るわけじゃないんだよ。ラーメン食ってますけど大丈夫ですかっていう。入らないよ。大丈夫だ。入りますよ。
すごいマジすごいなっていう、うん、偉いっていうぐらいすごいっていうかアーティストですよねやっぱりみんな大活躍です。 DLN はミラーボール、あ、打ち合わせ中です。ドラムのフィルの後、打ち合わせ中です。ルーガーっていうやつの後にドラムが入ってる、めっちゃデータじゃん。違う、ブラックモラル。まず最初の犠牲者、それ誰の、これは某クックンです。某ケーションのクックンです。かっこいいね。ちょっとかっこよくて羨ましい。うん、黄色だからね。で、今これ蓋開けて、カバン開けた、開けた時に使うじゃないですか。これいいよ、方向してるよ。ちょっともう斜めにね。あ、やっべぇ。大丈夫だって、はぬってだから。かっこいい。Thank you。 あ、時間の問題だよ。時間の問題。あれ話すな。絶対時間の問題。さっきなんか悪いのって言ってた。呼び出してもらっていいですか。みんな、なんか俺がこんなの変ですけど、あ、好きなんだな俺らのことがっていうような、うん、本人たちも言ってくれてるし。うん、それやっぱ嬉しいなっていう、うん、スタッフさんありきでやっぱバンドって動けると思うし、うん、そのしてもらったことに対してはやっぱ俺らもそのいい景色を見せたいっていうのでしか返せないかなと思う。この間合成ヒルでチューニングするときにちょっと焦って焦った緩めてた。そういうアクシデントもあるからご了承して。焦って俺ずっとどんどん緩めてってんだよ。それさ気が動転しすぎやべえ。今日報告なんですけど、このツアー DVD になります。イエイ。マジ DVD になります。マジカミングスーン。オーライ。かっこいい。それで開けたガーロンだ。
3ドン。すごいですよね、これね。結構高いやつ。おお、でかい。あ、これ F1 だ。F1 で F1 だ。わあ、わあ、すげえ。僕らのツアーグッズです。日部で販売するというこの、信じられません。このここまで細かいグッズがあるでしょうか。すごいです。でも今日はさ、本当もう武道館前だから。ちょっと見て。すげえ楽しもうぜ。あ、これ聞いてなかった。いいんだよ。心が一つになるよ。怖いぞ、なんか。うわ、すげえ。おお。だといいな。頑張ろう。